僕は今一輪の花を使ったアート作品を通して世界を変えようとしています。アートと聞くと皆さんどんなものを想像しますか？絵画、彫刻、建築。ちょっと詳しい人は現代アート、そして最近流行りのラテアート。こんな風にアートは形を変えて存在しています。なので必ずしも美術館という空間の中にあるものがアートというわけではないんです。ではそもそもアートの定義って何でしょう？アートとは、この答えは人それぞれだと思います。そして僕はアートをこう定義しています。アートという言葉の意味は喜んだり悲しんだり感動したり、そんな風に心が動いた時に発する声。例えば花火やプロジェクションマッピングを広い意味でアートと捉えるならば、あれって言語や文化背景を問わず「ああすごい」って言いながら誰でも楽しめるじゃないですか。そう考えた時に僕気づいたんですよ。心が動いた時、どの言語でも人は必ず「ああ」って言ってるなって、ああなるほどって思ったあなた、今「ああ」って言ってますよ思わず口を開けて「ああ」と言ってしまい、心を動かすことができるもの、それがアートだと僕は思います。この定義をもとに今取り組んでいるアートプロジェクトがあります。プロジェクト名はスプレッディングラブ、日本語に訳すと愛の拡散。それではまずこちらの映像をご覧ください。スプレッディングラブは一輪の花を街中で配る、ただそれだけです。お花には一言だけメッセージが添えられています。あの人へつなぐ、前から気になってるあの人、最近喧嘩したあの人、大切なあの人。お花を受け取った人は自分が思い浮かべるあの人へお花をつなぎます。それを受け取った人はまた次の人へ、そしてまた次へ。何か見返りを求めることもなく、ただ与えるだけ。ギブアンドテイクではなくギブアンドギブ。そんな無償の愛が一輪の花とともに人から人へ伝わっていく光景はきっとアートなんじゃないか、僕はそう思うんです。実はこのプロジェクト、僕が始めたわけではないんです。どういうことかというと、以前京都へヒッチハイクをした時の話です。その時に車に乗せてくれたのが黒柳徹子にそっくりなおばさんだったんですね目的地に着いたのでありがとうございましたと言って車から降りようとした時、そのおばさんは僕にあるものをくれました。それが一輪のお花だったんです。そしてそこには次の人に渡してくださいと書いてあるメッセージカードが添えられていました。そのおばさんは娘からお花をもらったそうですが、その娘もまた別の人からお花をもらったそうです。つまり誰が最初に始めたかわからないんです。僕は戸惑いながらもそのお花を受け取り、次に乗せてもらったおじさんに感謝とともにお花を渡しました。その時、人生で初めてだったんですね。他人にお花を渡すということがこっぱずかしいというか、なんというか。でもそこで気がついたんです。お花を渡した時、心の中でああいいなって思ったんです。つまり一輪の花をつなぐという行為が僕の心を動かしました。もしかしたらこれは僕が定義するアートなのかもしれない、そう考えたんです。人から受けた恩をその相手に返すのではなく、別の誰かにつなぐ、このお花をつなぐというプロジェクト、最初に始めた誰かの意思を継いで世界中に広げていこうと決めました。そしていつか僕にお花をつないでくれたおばさんのもとにまたお花が帰っていけばいいなって思ってます。このスプレッディングラブに共感してくれる人が増えてきています。これまでに開催した国は日本、台湾、韓国、オーストラリア、そしてこれから中国、アメリカ、イギリスで行います。それでは実際にスプレッディングラブに参加してくれた人たちの声を聞いてみましょう。お花をもらってくれる人が笑顔になってくれることがすごく嬉しかったです。嫌な気持ちだった人、元から気分が良かった人、いろんな人がいましたが、その人たちの笑顔の時間を増やせました。言語は通じないけど、それが嬉しくって私も幸せでした。愛を無償で与える側の私たちが愛をいただいたような感覚になりました。このような愛の連鎖が世界でもっともっと起こっていけば幸せな未来になる気がしてなりません。与える側であるはずの参加者もいつの間にか大切なものを受け取ってたんです。だって考えてみてください。見知らぬ人に自ら話しかけてお花を渡すことってすっごい勇気がいることなんです。特に日本人は疑ってなかなかお花を受け取ってくれません。だけどそこでお花を受け取ってくれた時、お花を配る側の心もああよかったと動かされるんです。お花を受け取った人が笑顔になるのを見て嬉しかった。お花をなかなか受け取ってもらえずちょっと落ち込んだ。そういった喜びだけではなく、悲しみを含めたあらゆる感情をもたらす、心を動かす何かを感じ取ってもらえた時、それは僕が定義するアートになります。お花を渡す側が勇気を出した時、お花を受け取る側が疑うことをやめたとき、それがきっと無償の愛がつながる瞬間だと僕は思います。ではこの無償の愛の連鎖が一体何を生み出すんだろうか。このプロジェクトを台湾で行ったとき、お花を受け取ってくれた人と友達になりました。その友達が先月なんと名古屋に遊びに来てくれたんです。お別れするときに日本語で書かれた手紙を僕にくれました。そしてメモを見ながら一生懸命日本語で手紙を読んでくれたんです。僕それ聞いてるときちょっと泣きそうになりました。手紙には何度も書いては消してを繰り返した後や、ところどころに間違った言葉遣いはありましたが、その子の気持ちはしっかりと感じることができました。たった一輪の花をきっかけにこんなつながりが生まれるなんて誰も想像できなかったと思います。思わずアート言ってしまい心を動かすもの、そんな目に見えないアートだって人と人とをつなぐことができる。それがスプレッティングラブなんです。この誰が始めたかわからないスプレッティングラブ、特定の誰かの利益とか実績とかそんなのはどうでもよくて、ただ純粋にみんなで楽しみながらお花を渡す、それでいいんじゃないかって僕は思うんです。そんな無償の愛が世界中に連鎖したら一体どんな世界になるんだろう。お花を渡す文化が生まれるかもしれない、国を超えたつながりが生まれるかもしれない、人種や宗教を超えたつながりだって生まれるかもしれない。僕はその続きが見たいんです。皆さんはたった一輪の花からどんな世界を想像しますか？ありがとうございました。